すぐクリスマスだね。でも誰か本物のサンタクロースを見たことある？そう言われてみればそうだね。毎年こうやって待ってるのに私は見たことないわ。でもサンタさんは世界中の子供たちのいるところを回ってるって言うよ。じゃあどうして私たち見たことないの？私こそ絶対にサンタクロースに会いたいわ。でもサンタさんだってつい僕たちのことを見過ごしちゃったりしないかな。そんな、どうして？だってもしイブの夜が今夜みたいに曇ってたらサンタさんは空で迷子になってしまうかもしれないよ。ま、迷子に？そうだね、雲の上からは僕たちの家見えないもんね。何を心配しとるんだ。空が曇ったり雪が降ったぐらいでサンタさんが迷子になるわけがないだろう。どうして？どうしてかって、それはな、サンタクロースを道案内してくれる星の精霊がいるからだよ。星の精霊？ああ、夜空のずっとずっと上の方には星の国があるんだ。星の国？毎年クリスマスイブには星の精霊が一斉に並んで長い長い光の道を作るんだ。その光の道をたどってサンタクロースはトナカイのソリを走らせるんだよ。そうなんだ。それじゃあ大丈夫よね。だがいい子にしていない子供のところへは来ないかもしれないぞ。だって僕たちみんないい子だったよね。そうです。喧嘩もしないしみんな仲良しだよね。さあもう寝る時間でしょ。いい子は遅くまで起きてたりしないのよ。はい、いい子になるのも大変だな。